はい、それでは、続きまして、2A 部門の結果発表、失礼しました、 3A です、申し訳ございません、3A 部門の、結果発表、表彰を行いたいと思いますので、3A 部門の、決勝進出者の方はどうぞ壇上までよろしくお願いいたします。さあ、それでは発表させていただきます。2023ウエストジャパンヨーヨーコンテストフリースタイル競技 3A 部門第3位、最終得点 25.0 ポイント、関亮選手、おめでとうございます。2023ウエストジャパンヨーヨーコンテスト 3A 部門準優勝、最終得点 43.5 ポイント、東太一郎選手、おめでとうございます。そしてクラウドネイティブプレゼンツ2023ウエストジャパンヨーヨーコンテスト 3A 部門優勝、最終得点 90.8 ポイント、田平そら選手、おめでとうございます。それでは表彰に移らせていただきます。まず第3位の関亮選手、前へお願いいたします。おめでとうございます。はい、そして盾の授与となります。あ、盾ですね。はい、おめでとうございます。続いて準優勝、東太一郎選手、前にお願いいたします。おめでとうございます。はい、そして発見の授与となります。誠におめでとうございます。はい、そして優勝されました田平そら選手、前へお願いいたします。おめでとうございます。はい、そしてあと第10号となります。おめでとうございます。それでは、記念撮影の方に移らせていただきます。続きましてですね、 2A 部門の表彰を行いますので、 2A 部門決勝進出された方は選手待機エリアにお願いいたします。さあ、優勝者の方以外は、ありがとうございます。ご講談をお願いいたします。どうぞもう一度大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。もう一度大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。